のあなた嫌な予感は風天浮気タイプ悪気ないんでしょうね。心が映ってるなっていうのは実際それは見れないじゃないですか、キスしてる瞬間を見ない限り。お客様、はい、手を出していただいて指を引っ張ってみてください。どれか1個選んで。私が、はい、1個しか選べないんですか1個で我慢していただいていいですか。いやー、2本あるのに指、手が。え、1本だけ本当に。はい、それなんか変にこう考えずに。いや、私本当はこうやりたいんです。はいはい、ダメです。そしたら、はい、1本でしょ、はい、あ、かしこまりました、はい、自分も。え、さっきと同じじゃなくて。一旦、まあ同じでもいいですし、なんか別に1本また。え、1本です。1本じゃ足りないじゃないの、だってなんだかえ、はい、はい、引っ張られた指で相手のあなたへの気持ちが分かります。じゃあまずお客様、親指と小指ですね。中指と薬指ですね。中指は単なる友達ママいやでも親指と小指だから。最初親指だと頼れる相談相手、うん、小指だと理想の恋人。あれ、結局選んだのが単なる友達そのギャップはなので、ギャップが激しい、はい、で、薬指を選んだ、はい、なのは結婚してもいいと思える。受害者と、なんかこう言っちゃあれなんですけど、うん、最初な、まあ本当は私小指と親指にしたかったんですけど、ダメって言われたじゃないですか、うん、今もう2本やっちゃったからマンナじゃんなんてマンナじゃん、真ん中じゃん、真ん中じゃんって。ああ、それでじゃあもう人差し指かここしかないじゃないですかってなって引っ張ったから、なんかこう流れ、まあでもそういうこともあるんでしょうね、きっと本当はね。 あ、でも今深いかもしれないですね。結局人の出会いってそういうことというか。いや、そうです。いや、そうだ、僕が言ったんで。でもそういうことですよね。でも本当本当になんか出会いのタイミングねとか、うん、きっかけの違いで。そうだってさ、むちゃくちゃにされてさ、うん、例えば好きだった人に、うん、なんかもう失恋しててもういいや、もう優しい人でとかなるじゃないですか、うん、まあ、そういう感じですよね、うん、だから、うん、タイミングっていうか ね、まあ、深い。それを逃したら友達っていう距離感になっちゃう。あ、でも そうそうそう、いや面白いね。深い、深いですね。今の深いですね。あれ親指ってなんだっけ。頼れる相談相手、まあ、小指は理想の恋人なんで、うん、じゃあ私すごい好きなんじゃないですか、もしかしてっていう可能性はあるかもしれない、ね、お客様のことが。そうですね。ただそれは枕営業になっちゃうんでバー的に。あ、気持ちすら伝えてはいけなかった。あ、私もそれは自由だと思う。いやでもこの心理テスト結構すごい。今後ね、これがもしかしたら今度 YouTube に何か大きな影響を与えるかもしれないですね。そういう瞬間を目撃するかもしれない。芝居してるとそういう時出てきますよね、うん、やっぱ芝居してる時ってその役柄とかに引っ張られることってやっぱりあります？若い時は引っ張られないようにあえてなんかこう、例えばすごい暗い役だったりとかすると、うん、その現場以外の場所ではすごい逆にこう、なんていうのかな、明るくしてたりとか、うん、引きずらないようなバランスを取ろうとしてたんですけど、うん、やっぱこの年齢になってくるとなんか境目が分かんなくなってくるっていうのはあったかもしれないですね。ただ昼顔の時はそれはないですね。ああ、逆に言うと私はあの役はちょっと理解できなくて、なんかこんな風にしてね、長々とずっと不倫されてるのを分かっててよく一緒にいれるなって。私だったらもう逆にいるのが辛くなるから、もうバイバイって言って本当に別れたいし、だ
が全然あの仕返ししたりとか我慢してる時間が想像できなくて、うん、結構苦労しました、うん、あの時の役作りは逆に私に似てるなみたいな役もありました、うん、でもどこかしら、うん、やっぱり人間なんでどの役をやってても自分のちょっとした欠片みたいなあるなって思う、うん、それはいい長所でもあるかもしれないしそのキャラクターの短所かもしれないけどどこかしらのその欠片は自分の中でまず見つけていく感じですかね、うん、なんか似てるとこはあると思いますどこかしらどの役に関して、うん、自分がそっち側に染まってっちゃうこともあるんですか、うん、あのなあるかもしれない、うん、勉強していくとやっぱりだんだんねあと成果あでもあったかななんか一回名古屋で撮影してる時にある役 で私詐欺をするんですよ結婚詐欺みたいなで騙して巨額のお金を盗み出すみたいな役だったんですけど本当はやりたくないのにそういうことをせざるを得ない人間の役だったから日常生活別に普通だったんだけど突然なんか信号歩いてたらなんか悲しくなってきちゃって情緒不安定なのかなしたらなんか優しい人が大丈夫ですかって言ってきてくれた時にふって我に返ってあすいません大丈夫ですって言って役のこと考えてて急にうわってなっちゃってっていうのはありましたねでもすっごい優しい人がいたから逆に現実に戻してくれてはあっていう気づかないところでなんか自分があ入ってるなとかいう意識はないんですけどそういうのはあるかも、うん、ということでなんか初めてちょっとなんか女優らしいいやでも大したことないです私まだまだ勉強わかんないしお芝居って深いしやればやるほどわかんなくなっていくっていうもうちょっとしっかり頑張りたいですね勉強して、うん、ということでバー伊藤あゆみ1回目いかがでしたか次回はそうですねまた違うジンでジントニック作りましょうかね、まあ、お酒結構好きな方なのでそういうトークもしご迷惑でなければ続けていきたいなと思いますじゃあ今夜も乾杯